発行するファッション雑誌、ビストーリー、bst による日本語造語。彩色顕微の35歳以上の女性を指し、魔法をかけているかのように美しいところから来ている。ビストーリーが月間化され、後に bst へ解消された後も、紙面で引き続きこの語が用いられている。公文社は2010年にビ魔女を商標登録している。第1回。 国民的美魔女コンテストの会場となった青山スパイラルホール2008年11月公文社の女性向けファッション雑誌ビストーリーの創刊準備号にて美魔女という子が初めて登場する2009年8月頃にはビストーリーは40代の女性に必要なのは美しくなるための方法内側から美しくなる食事美しさをキープする習慣であると提案している ビストーリーが機関誌から月刊誌になることを機に、立ち上げられたウェブサイト上で、7人の美魔女会議というブログがスタートした時から、美魔女という言葉が広まっていった。その7人は、松島三期、水谷雅子、吉田孝子、上田美恵子、吉田真紀子、山本美奈子、純子ララビュール。ブームのきっかけとなったのは、同志の編集長。 山本雪が仕掛けた国民的美魔女コンテストだった。2010年11月に開催されたコンテストには、全国から35歳以上の女性が約2500人集まり、テレビ番組などで取り上げられた結果、美魔女という言葉の認知度を一気に上昇させた。実業家の藤田康人は、ビストーリー編集長、山本雪のブームの仕掛け方が巧妙であったと述べている。まず、 雑誌というブランド力と信憑性の高いメディアから美魔女という話題性のある言葉を発信し実際にコンテストを開催することでその話題性を急増させた。そして次にウェブという情報拡散性の高いメディアで読者を投票や書き込みという行為でコンテストに疑似参加させる仕組みは最先端の統合的なマーケティングコミュニケーションの事例と言えると批評した。また 雑誌の発行部数減少や広告不振など雑誌というメディアの存在意義そのものが問われていると危機感を持ちながらも新しい方向性が見出せない業界にとってこの山本の美魔女ブームの仕掛け方は雑誌メディアの今後のビジネスモデルの新しい形を示しているのではないかとも語ったブームを仕掛けたファッション雑誌ビストーリーは年齢という言葉が無意味なほどの輝いた 容姿、経験を積み重ねて磨かれた内面の美しさ、いつまでも美を追求し続ける、好奇心と向上心、美しさが自己満足にならない、社交性という条件を備えた、エイジレスビューティーな女性を美魔女と定義している。しかし、一部では単に、年齢を感じさせない、若さを保っている、大人の女性という意味で使われている。ありがとうございます。